6回にしてください。6回にすればあれ見たもんね。何当たる、何狙ったの。あ、でも当たりすぎちゃったら3枚届かねえかもな、無地が。まあね、とか持ってくからな、こういう時ね。終わったのこれ。ああ、そうだったら、じゃあ早くなくなった方がいい。どんどん行こう。感謝で。6枚、6回でしたよ。はい。じゃあ、開けます。クリア。無地。無地。むしろ無地や。無地はもう、強い、強い無地だから俺。3、2枚目。強い無地と弱い無地があるんで。200万台。お、200。200。ワームショーですね。もう当たった、これは200万台。これ無地。これで来てるよ、来てるよ、来てるよ。いい流れだよ。いい流れ来たよ。無地。まだ1枚ある。お、まだ。ラスト。来てるやん。おお、100万台。いや、これ600万かな。え、何それ、ないべ、600万台。600万用意してないっすね。何言ってんの。600ないか。600ない。だから、そしたら、200の角から1個と、はい、100の角から1個と、無地を4つ。4つですね。はい、なんで、100と200と。うん。じゃあ、これをまず、1個いって。それね、夏場マジつる。茶色と、ダディだけっぽいですね。はい、これ行こう。でけえのがいい。全部サイズ一緒だ。サイズ一緒なの。でけえのがいいって。これ茶色だな。はい。これを3枚と。3枚でしょ。で、100番台。無地のやつを。それもなんかラバジのトレーラーとかに。まあ、黒っぽいですね。一緒だな。うん。単色がいい。はい。これ1500円でしょ。え、1500円。1500円。この時点でこれプラグもらえた。田中さん、なんかちょっと掘ってもらっていいですか。まあ、カスミ用にこの金黒系の実の間違いないんじゃないですか。これと、うん、200番もあるね。バームか200番か。はいはい。200番厳しいな。ガチで釣るんだったらこういうのだろうけど、でも去年俺使ってはいないのに、このキングアオキムシはまあいいんじゃないか。投げやすい、軽くね、うん、フロッグをワーム感覚でできる。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92
ちょっとリールとかマジお願いしますよ。おお、はい、FG ダディに近づきました。あ、ダメだ、汚い。ちょっとしか使ってないですけどね、 FG ダディマジカメカメですごい効いたんです。あ、そう、はい、これ FG ダディ、もう FG ダディとは全く間違いない。200万だ。200万だ。無地、無地、やったー、100万台。プラグありましたね、さっき。いいペースだ。はい、無地だけ2つ。はい。はい。あと数字が出るかな。リールこい。リールサオ、リールサオ、リールサオ、リールサオって書いてある。ドカーン。なるほど。なるほどですね。1,2,3 だろ。1,2,3 だろ。1,2 だろ。はい。でこれが1つ。あ、そして FG ダディはあと2個これ引いた方がいい。そうですね。無地を手に入れた方がいいですね。
でこれで100番台とかが出てもう一回引かなきゃいけない。これでなんか出ちゃったらもう一回引かなきゃいけない。逆に数字くんな。リール来ちゃった。やったー。オッケー、オッケー、オッケー。あ、こっち無地6枚っていうの。だいぶ減ってきた。6枚っていうのはね。FG ダディが減ってきてる。もう早く。無地6枚か。クランク C だな。これだな。あ、ハンクルのこんなのあったんだ。うん、やっぱこれだな。了解です。はい。すげえ。いいな。3000円でこれです。いいですよね。だってこれ1500円ですか。そうですよね。800円でしょ。プラグマジックっていくとやっぱすごいですね。じゃあ10枚お願いします。はい。よし。はい。はい。そこにまずリードが。そうですね。やっぱ中層今から2枚で上から3枚来ちゃった。1、2、3、4、5、6、7、8、9。こういうのがやっぱディープ。ディープに多分ビールが濡れてる。これで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。一番上。よし。ここに200番。もう200番全部無地。いや、今年は人とはそうゲットだぜ。FG ダディがたまってます。お、100番台。お、あと2枚、あと2枚、あと2枚だ。ラストリール、はい、無事です。ただ100、200と8ですね。じゃあもう1回引かないと3枚もいけないですね。すいません、調整しますか。じゃあ1枚、はい、これで半端に100ポイント。飛んだ方にしよう。昨日調整でリール当ててくれた。マジですか。105位。よし、無地だ。無地喜んでる。無地が9枚と100、200。はい、これまず3。おめでとうございます。無地ダディと100番台を。何だろう、持ってやろうかな。なんかちょっとよ。じゃあ、クランク1つと。と、200番台が。黒い金目。これはやっぱすごい。じゃあちょっとこれ見せてください。はい。はい。というわけで帰ってきました。正月ね、飲み続けてちょっと喉が酒焼けしてるんでちょっと声がねガラガラなんですけども、正月の毎年恒例のイベントっていうことで御徒町のそばにあるですねキーポン、ね、タックルアイランドグループさんのキーポンに行って300円のですね三角くじを引くっていうのがお正月これをやんねえと始まんねえっていうやつなんですけども、今年はですね、まあ、動画でもやってたんですけど結構いろいろ当たったんで、まあでもね、特賞の、まあ、竿とかリールとかそういったのは手に入らなかったんですけども、今回手に入れたものを紹介していきたいと思います。まずね、キングアオキムシ、これね持ってなかったんで、ワームの当たり、まあ、200番台だっけな、そこで手に入るっていうことでキングアオキムシがあったんでまずこれを手に入れてきました。あとねプラグこの中から選んでいいよっていう中ではこれね、ハンクルのねこの小型のクランクベイト、
結構ねこういうの好きなんで、おいいのあんだなと思って、ハンクルだなと思ってですね、ハンクルのですね、このちっちゃい MR エアボーンっていうのかな、このハンクルクランク33、これをですね使ったことないんで、選んでみました。それとハズレの剣を3枚出すと選んでいいよっていうコーナーからですね、去年お気に入りだったこれ2017年で使ってみてすごい使い心地が良かったね、この FG ダディ、ノリーズの FG ダディってやつね。で色はね、選べなかった、もうだいぶね FG ダディも、人気でどんどん取られていっちゃうんで、この買ったことないね薄いなんていうんですかね、パンプキンカラーというんでしょうか、これがあったので3ね、外れの剣を、9枚か、外れの剣9枚でこれとキング青木虫とあとこのハンクルのクランクで、まあ、これが3300円分ぐらい引いてこれなんですけどね、まあ、これ1000円ぐらい、まあ1300円、まあ、これでどうだろう、これで3000円分ぐらいにはなるのかな、まあ、なると思うんで、これでその代金でまあ追加で使い出たので FG ダディプラス2個手に入ったっていうこと でこれを引いてる間にもしリールの当たりなんか引こうもんだったら一気に元が取れちゃうなっていうことで、今年はねちょっと1万円分ぐらいやろうかなと思ったんですけども、ちょっと流れが来てねえなっていう感じがあったんで、こんな感じになりました。というわけで、お正月っぽくですね三角くじこれを引いてきたこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。We'll be right back.